何をしに来たんだ、まったく。少し黙れ。の方が先じゃないのか。見つかりそうだったんだぞ。たまたま偶然。帰る。勝手に帰れば。人が聞いたら誤解するようなこと言うな。それにだな、こんな深夜に一緒にいるところを見られて困るのはお前の方だぞ。少女誘拐魔とかロリコンとか呼ばれるんだぞ。
よう。おはようございます、京一郎さん。昨日と同じだ。ああ、いいだろう。ハノイです。ああ、いる。わかった。京一郎、ミツコだ。ああ、京一郎くん、ミツコです。受け渡し場所変更の連絡がこちらに来ました。3時に山下埠頭に変更だそうです。でも変ですね、本人に直接連絡すればいいのに。仕事の話か。みつこね、ここに電話してくるとは相当にいい度胸をしている。ああ、偶然だな。なんだそれ。バッカみたい。帰る。終わるも何も私は何もしていない。通りかかっただけだからな。
なんだと？いいだろう。私もお前が今やっていることに興味がある。何を言ってるんだ。なら、どんな服に着替えればいいんだ。わかった。で、私はそれを着て何をすればいい。情報屋？みつこから紹介された女か？いや、いい。それならすぐにわかる。詮索するな。言われるまでもない。時間通りに相手が来なければトラブルとみなして接触はしない。基本だ。まあ話は分かった。一度お前の事務所に行くとするとあまり時間に余裕がないんでな。もう行くぞ。
相良の代理だ。他は聞くな。一度戻ってきて、もう一度出て行ってから、まだ戻っていない。